日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちらラムーというお店の焼きそばを食べたいと思います。こちらですね、以前コメントの方でにリクエストをいただいたので、今回買って食べてみました。たまたま職場の近くに行けるお店があって、ちょっと要はいろいろあって、ちょっととある事情で早く帰ることができました。決して早退したわけではないですよ。からのでちょっと帰りによって買ってきました。で、今の下り必要なかったかな。なんと、それでは、はい、早速開けて、それじゃ、ちょっと酔っちゃってますけど、いただきます。あれ、温めないんですかと思われるかもしれませんが、自分は結構冷えた惣菜とかも好きで、そのまま行くことが多いですね。まあ、なんとなく時間があって思ってるところもあるんですけど、ではもちろん温めるやつは温めますよ。チャンネル登録よろしくお願いします。ごちそうさまでした。ソースの味は結構濃いめで、なおかつ麺が太麺でもっちりしているので、食感は感じることができました。ただ一方で具沢山と書いてあるのですが、具材の味があまり感じられなかったので、まあスーパーなので仕方ない部分もあると思いますが、そこまで特別美味しいというほどではなかったかな。もうちょっと具材の味、食感も感じたいと思えて、そこが具沢山と言ってるだけには残念だったかなと思いました。というわけで、今回食べたラムーの焼きそばは3点とさせていただきます。コメント、今更なんですけど、コメントいただいた焼きそばってこちらで合ってますよね。他にも自分が見落としてるものがあるのかもしれませんが、とりあえず今はそれを見ても仕方ありませんので、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それでは、さようなら。